的な議論ではどうにもならないので、こういう場所に来て騒いで人の演説を邪魔をする、それしかやりようがないから、こういう場所に来て大声を出している。行き場のない怒りだよ。国民の人たちに日本の医療を負けさせてはありません。どれだけの人に恨まれてるんだ、あなたは。そういう人たちのおかげで。河野太郎氏が街頭演説中に見せた逆ギレの瞬間は瞬く間に国中に広まり、大きな議論を巻き起こしました。これまでブロック太郎の異名を持つ彼が SNS を通じて批判的な意見を排除する姿勢を示してきたことは広く知られていましたが、今回の街頭演説ではその実際の姿勢が目の前の有権者に対しても同様であることが明らかになった瞬間でした。彼の感情的な反応とその後の言動は有権者の心を大きく逆なでし、結果的に自身の政治的キャリアに大きな傷を残すこととなったのです。街頭演説の際、河野氏は有権者に向かって自らの政策を説明し支持を求めていましたが、現場での厳しい反応に対して冷静さを欠き、感情的に反応してしまいました。その態度は多くの有権者に逆ギレとして捉えられ、現場の雰囲気は一気に険悪なものとなりました。現実の場で有権者と対面する場面で SNS のように批判的な声を無視したり排除したりすることはできません。そのためこの場面での彼の反応は彼の限界や感情の露出を見せつける結果となり、有権者の不満を一層かきたてることとなりました。河野氏はこれまで SNS 上での批判に対して強硬な姿勢を取り続け、多くの批判的意見をブロックすることで議論を封じてきました。そのためブロック太郎という揶揄が彼につきまとい、ネット上での批判は次第に大きな波となって広がっていました。しかしリアルな場で有権者の批判的な声に直面した際、 SNS 上で言っていたような対応を現実世界で再現できず、逆に感情的になってしまったのです。この対応は彼に対する信頼をさらに失わせる結果となりました。特にこの場面が注目されたのは、河野氏が極めて感情的な言動を繰り返し冷静さを欠いていた点です。政治家としての資質が問われる瞬間であったにもかかわらず、彼は感情に任せて対応をしてしまい、かえって有権者との溝を深める結果となりました。このような対応は彼のリーダーシップに対する疑問を増幅させ、さらに彼自身の評価を大きく下げる原因となったのです。この街頭演説がネット上に広まると、その反響は瞬く間に大炎上へと発展しました。河野氏が街頭で見せた態度や発言に対して SNS 上では次々と批判が飛び出し、彼に対する不満が爆発しました。多くの人々が彼の振る舞いを政治家としての自覚がないと批判し、これまで築き上げてきたイメージは一気に崩れ去りました。この一連の出来事は彼の政治的な立場に大きな打撃を与えることとなり、支持率にも悪影響を及ぼしたことは明らかです。こうした逆ギレとも取れる態度の原因の一つとして、河野氏がこれまで一貫して取ってきた強硬な政治姿勢が挙げられます。彼は自らの政策や意見に対する反発や批判に対して強硬な姿勢を保ち、対話を避ける傾向が強かったのです。その代表的な例が SNS 上でのブロック機能を多用する行動です。彼が批判的な意見を次々とブロックする姿勢は、国民の間で議論を封じる人物としての印象を強め、反発を生む原因となりました。政治家としての彼のスタンスは、あくまで自分の意見を貫き通し、反対意見には耳を貸さないというものでしたが、それが結果的に彼自身の支持基盤を揺るがす結果となったのです。また彼の推進する V 政策に対しても多くの国民が不満を抱いています。河野氏は新型コロナウイルスの V 接種推進に熱心に取り組んできましたが、その際に見せた強硬な姿勢や反 V 派に対する冷淡な対応がさらなる対立を生む原因となりました。特に彼が街頭演説で V に対して批判的な意見を持つ有権者に冷たい対応を見せたことで、国民の間で不信感が広がりました。 V 政策自体の賛否はともかく、河野氏の対応に対する不信感が根強い理由の一つに彼の言動に対する信頼の欠如があります。
彼は演説で V の有効性や安全性を強調しましたが、その一方で副作用や問題点についてはほとんど触れていませんでした。このような一方的な説明に対して国民は疑念を抱き、ますます不信感を募らせることとなりました。特に V に関する情報の透明性が欠如していると感じている国民にとって、河野氏の強硬な態度は議論を封じ込めるものとして捉えられ、不安を増幅させる結果となったのです。さらに河野氏が SNS 上で批判的な意見をブロックし続けたことが彼の政治的な立場をさらに悪化させました。ネット上では彼のやり方に対する反発が日に日に強まり、意見を聞かない独裁的といった批判が飛び交いました。特に V に関しては国民の間で不安が根強いため、河野氏の強硬な対応は逆効果となり、反 V 派からの攻撃が激化しました。このように河野太郎氏の逆ギレ演説は彼の過去の行動や政治的なスタンスが引き起こしたものであり、彼にとっては大きな失策となりました。政策を推し進める姿勢が裏目に出てしまい、結果的に多くの人々の信頼を失う結果となったのです。河野太郎氏の政治手法と V 政策に対する反発は彼自身の政治キャリアを揺るがす要因となっています。彼がこれまで推進してきた強硬な政治スタイルは迅速な決断と行動を重視するものであり、一部の支持者からは決断力のあるリーダーとして高く評価されていました。しかしその一方で批判や反対意見に対して耳を傾けず、一方的に政策を推し進める姿勢が国民の間で広く反発を呼び起こしています。この強硬なリーダーシップが河野氏にとっては二律背反的な課題となっているのです。彼がブロック太郎という異名を得た背景には SNS 上での行動が深く関わっています。河野氏は SNS を積極的に活用する政治家の一人であり、その発信力は他の政治家と比べても突出しています。しかし彼は SNS 上で自分に批判的な意見を次々とブロックするという姿勢を取ってきました。この行動がブロック太郎という異名を生むきっかけとなり、多くの批判を浴びています。 SNS 上での批判に対して耳を貸さず対話を避ける姿勢が民主主義における多様な意見を尊重するという基本的な姿勢と相反するとして、広範な反発を招いたのです。さらに河野氏のこのブロック行為が政治的に大きな問題を引き起こす要因となっています。彼が SNS 上で言ってきた反対意見を排除する姿勢は実際の政治の場においても同様であるという印象を国民に与えてしまったのです。彼が街頭演説中に見せた感情的な反応や批判的な声に対する冷淡な態度は、この排除の姿勢をより強く印象付け、国民の不満をさらに募らせる結果となりました。民主主義においては批判や反対意見に耳を傾け、対話を通じて合意を形成することが不可欠ですが、河野氏の姿勢はその逆をいくものであり、彼に対する支持が急速に失われていく原因の一つとなりました。また河野氏が推進する V 政策に対しても多くの反発が集まっています。彼は新型コロナウイルスのワクチン接種推進に積極的に関与してきた政治家であり、その政策自体に対する批判は様々な形で現れていますが、特に彼の姿勢や言動が反 V 派の間で強い反発を招いています。彼はワクチンの有効性や安全性を強調する一方で、副作用やリスクについての議論を避ける傾向があり、これが不信感を生む原因となっているのです。特に河野氏が演説中にワクチンに対して批判的な意見を述べる有権者に対して冷淡な態度を見せた場面が国民の間で大きな話題となりました。反 V 派はワクチンに対する懸念を抱いており、その声を無視するような対応は彼らの不信感を一層強める結果となりました。河野氏は自らの政策に対する反対意見を陰謀論と一蹴することが多く、これが対話を阻む要因となっています。反 V 派の意見を完全に排除するような態度は対話の余地を奪い、国民の間での分断を深める原因となっているのです。河野氏が推進する政策に対しての反発は単なるワクチン政策への反対にとどまらず、彼のリーダーシップや政治手法に対する批判へとつながっています。
彼が決断力のあるリーダーとしての評価を得ていた一方で、その決断がしばしば国民の声を無視し、一方的に進められているという印象を与えることが多くなりました。このような強硬な姿勢が国民の間で不信感を招き、彼の政治的立場を弱める原因となっています。彼の演説や発言の中には、しばしば感情的で攻撃的な言葉遣いが見られることも、国民の間での反発を生む要因となっています。政治家としての冷静さや客観性を欠いた発言は、彼に対する信頼を失わせる原因となり、多くの有権者は彼の発言を独裁的と感じるようになっています。特に、彼の演説が対立的なトーンを持っていることが多いため、彼に対する反発は日に日に増しています。河野氏は、批判的な意見や反対意見に対して感情的に反応する傾向があり、これが彼の政治的信頼を失わせる原因となっています。彼が自らの立場を守るために対立する意見を持つ人々との対話を避ける姿勢は、彼のリーダーシップに対する疑問を増幅させ、国民の不満を一層強めています。政治家は多様な意見を尊重し、対話を通じて問題を解決することが求められますが、河野氏の姿勢はその基本に反するものであり、国民との信頼関係を築く上で大きな障害となっています。また、彼が政治手法において見せる強権的な態度も、広範な批判の的となっています。彼が推進する政策の中には、専門家や他の政治家との協議を軽視していると受け取られるものがあり、これが彼への不信感を増幅させる原因となっています。彼の決断力を評価する声もありますが、同時に彼が他者の意見を無視し、自らの意見を強引に押し通しているという印象が、彼に対する支持を失わせる要因となっています。このように、河野太郎氏の政治手法は、強硬な姿勢が目立つ一方で、その結果として広範な反発を生む原因となっています。彼が自身の政治的信頼を回復するためには、批判に耳を傾け、対話を通じて合意を形成する姿勢が必要です。彼がこの点を改善しない限り、国民の支持を回復するのは難しい状況です。最後に、河野氏に対するネット上の反応とメディアの対応についても触れておきたいと思います。彼の街頭演説で見せた逆ギレや感情的な反応に対して、ネット上では驚くほどの批判が巻き起こりました。特に SNS では、彼の言動に対する厳しい意見が相次ぎ、彼の政治的キャリアに大きな影響を与える事態となりました。河野太郎氏の逆ギレ演説がネット上で拡散されると、瞬く間に大炎上へと発展しました。彼の感情的な態度や、批判的な意見に対して冷淡に対応する姿勢が、特に SNS を中心に強い反感を呼び起こしました。特に目立ったのは、河野氏に対する批判の声がネット上で急速に広がった一方で、主要なメディアがこの問題についてほとんど報じなかったという事実です。このメディアの沈黙に対して、ネットユーザーたちは疑問を抱き、さらにはメディアそのものへの不信感を強める結果となりました。メディアが河野氏の演説に対してあまり取り上げなかった背景には、いくつかの要因が考えられますが、その一つとして、政権に対するメディアの姿勢が大きく関わっていると考えられます。特に、メディアが政権批判を控えているのではないかという疑念が、ネットユーザーの間で広がり、報道の公平性に対する不信感を募らせました。河野氏は、自民党の有力政治家であり、将来的に重要な役割を担う可能性が高い人物です。そのため、メディアが意図的に彼のネガティブな側面を報じないという疑念が広まったのです。実際に、河野氏の街頭演説が広範に報じられなかったことに対して、SNS 上ではメディアが報道しない自由を行使しているという批判が相次ぎました。ネットユーザーたちは、彼の演説が大きな問題となったにもかかわらず、テレビや新聞などの主要メディアがこの出来事をほとんど取り上げないことに対して強い不満を抱きました。これにより、メディアの報道姿勢に対する不信感が一層高まり、ネット上では報道の自由が脅かされているとの声も上がりました。この事件を通じて、ネット上では河野氏に対する批判だけでなく、日本における報道の自由やメディアの独立性についての議論が再燃しました。
日本は国際的な報道自由度ランキングで低い位置にあることが知られていますが、この河野氏の炎上事件をきっかけに、メディアの自主規制や報道の変更が再び注目されることとなりました。特に、政権寄りの報道姿勢を持つとされるメディアに対して、ネットユーザーたちは強い批判を向けており、この点については今後も議論が続くことが予想されます。一方で、ネット上での批判が急激に広がる中で、河野氏を擁護する声も少なからず見られました。彼の決断力や迅速な対応を評価する声が一部にありましたが、その多くはメディアではなく SNS 上に限られていました。擁護する側の意見としては、河野氏が逆ギレしたのではなく、有権者からの不適切な挑発に対して正当な反応を示したという見解もありました。しかし、こうした擁護意見は批判の波に押し流される形となり、議論全体の中で大きく取り上げられることはありませんでした。また、擁護意見の中には、河野氏の強硬な政治姿勢を評価する声もありました。彼の迅速な意思決定やリーダーシップを評価する人々は、今回の逆ギレとされる場面も決断力のある政治家としての姿勢の一端として受け止めていました。特に、彼の支持者の中には、強硬なリーダーシップが必要とされる局面での行動力を高く評価する声もあり、SNS 上で擁護意見が散見されました。しかし、こうした擁護意見がネット上で広く支持を得ることはなく、批判の声が圧倒的に多数を占めていました。このため、河野氏に対する逆風は収まることなく、ますます強まる一方でした。河野氏が街頭演説での反応に対して冷静な対応を書き、その後もネット上での批判に対して十分な説明や謝罪を行わなかったことが、炎上を拡大させる要因となったのです。ネット上での批判が広がる中で、河野氏は SNS を通じて自らの立場を説明しようと試みましたが、その投稿がさらなる反発を引き起こす結果となりました。彼の発言が火に油を注ぐ形となり、ネット上での議論は一層過激化しました。この状況が続く中で、河野氏がネット上での批判にどのように対応するかが、今後の彼の政治生命に大きな影響を与えることは間違いありません。特に、河野氏が SNS 上での批判に対して再度ブロック機能を使ったことが、さらに問題視されました。彼が批判的な意見を持つ人々をブロックし続ける姿勢は、彼に対する不信感を強め、民主的な議論を避けているという批判が一層強まりました。SNS は、政治家が国民と直接対話する場として重要な役割を果たしているにもかかわらず、河野氏はその場での批判に対して対話を拒む姿勢を見せ続けていることが、国民の不満を増幅させています。河野氏に対する批判は、単なる一回の街頭演説における逆ギレにとどまらず、彼のこれまでの政治的なスタンスやリーダーシップ全体に対する不満へと広がっています。彼が自らの政策を推し進める一方で、国民との対話を軽視しているという印象が強まり、これが彼に対する支持を大きく減少させる結果となっているのです。今後、河野氏がどのようにしてこの事態に対処していくかが注目されており、彼の政治的な将来にとっても重要な課題となるでしょう。このように、河野太郎氏の街頭演説に対するネット上での反応と、メディアの対応には大きなギャップが存在しています。ネット上での批判が急速に広がる一方で、メディアがこの問題に対して沈黙を守ったことが、国民の間での不信感を一層強める結果となりました。この出来事は、河野氏個人に対する批判にとどまらず、日本におけるメディアの在り方や、政治家と国民との関係に対する根深い問題を浮き彫りにしています。河野氏がこの問題にどう対処し、今後の政治活動にどのように影響を与えるかは、今後の日本の政治において重要な論点となるでしょう。今回の動画では、河野太郎氏の街頭演説がどのようにして逆ギレを引き起こし、その後の炎上につながったかについて詳しく解説しました。彼の政治手法や、SNS でのブロックを多用する姿勢が逆効果となり、国民の不信感を増幅させた様子が見えてきました。ワクチン政策をめぐる強硬な態度や、批判的な意見を排除する姿勢は、河野氏のリーダーシップを疑問視する声をさらに強めています。
彼の行動が結果として自らの政治キャリアに悪影響を与えたことは明らかです。しかしこの騒動が示すのは単に河野氏の個人的な失策にとどまりません。現代の政治において国民との信頼関係がどれほど脆いものかが浮き彫りになった瞬間でもあります。 SNS が発展し有権者の声が直接政治家に届く時代、リーダーには冷静な対応と柔軟さが求められます。国民の批判や意見を無視することがどれだけ危険な結果を招くか、河野氏の例はその教訓を強く示しています。皆さんはこの件についてどう感じましたか？河野氏の対応は果たして適切だったのか、それとも過剰に感情的だったのでしょうか？今回の逆ギレ演説を受けて彼の今後の政治活動にどのような影響が出るのかも含めて皆さんのご意見をぜひコメント欄でお聞かせください。視聴者の皆さんの声をもとに次の動画でもさらなる深掘りをしていきます。今後も皆さんと一緒にこの議論を続けていきたいと思っています。次回もお楽しみに。